被害総額741万円。卑劣な手口、シングルマザーを騙した男の嘘を暴け。ママ、今日もお仕事。詐欺の被害者は橋本舞さん32歳。3人の男の子を育てるシングルマザー。女で一つで子供たちを育てるため接客業を始め、働き同士の毎日を送っていた。忙しい日々の中、唯一の息抜きだったのがブログ。いつも子育ての悩みを書いていた。僕にも小さな娘がいるのでよくわかります。体を大事に、無理はしないでください。相談に乗ってくれたのは5歳の娘を持つという男性だった。ブログをきっかけに自然と会うように。男の名前は島田信夫。優しく清潔感もあって好印象だった。はい、混ぜてくれよ。一級建築の資格を持ってるって、200万とか250ぐらいは毎月稼いでるっていう話は聞いてましたね、うん、一級建築士で1億円のマンションを所有しているというエリート。小さな子を持つ親同士、舞さんにとっては子育ての悩みを気軽に相談できる頼もしい存在だった。そんな中、ある事件が。ねえねえ、戸棚にしまっていた生活費およそ70万円を頻繁に遊びに来ていた友人が持ち逃げしてしまったのだ。すごい辛かった。怒りと悲しみ両方ですかね。当面の生活費を失い途方に暮れる舞さん。そこに駆けつけたのが島田だった。そしてこう告げたという。島田さん、これよかったら使ってくれないか。こんな受け取れないです。いいんだよ、これはあの子たちのためだ。僕にも娘がいる、見過ごせないんだよ。え、何ですかって見たらお金がすごい入ってて、受け取らなかったんですけど、嘘つく人ではないってそこで思ったので。舞さんはお金を受け取らなかった。しかし今から考えると、この島田の行動は舞さんを騙すための作戦だったのか。70万円を盗まれた舞さん、再び子供たちのため貯金をしていった。そんな時、突然電話が。島田からだった。もしもし、どうしたんですか？実は妻が出て行ったんだ。通帳も何もかも全部持っていかれて、しかも娘まで。島田の妻が家を出て行ったという。しかも貯金を全て持ち去ってしまった。その額およそ3000万円。全財産を持っていかれたんだ。当面の生活費もない。本当に悪いんだけど、少し貸してくれないか。頼む人がいなくて。もちろんよ、困った時はお互い様だわ。ありがとう。3000万の貯金が戻ってきたらすぐに返すから。自分が困った時助けようとしてくれた、その恩返しができる。舞さんは当面の生活費30万円を振り込んだ。3000万円の貯金が戻ってくると信じて。しかしその後も島田は次々と金を求めてきた。
なんとかならないかな。舞さんは自分の手帳に島田に貸した金額を全て記録している。これがその記録。10万円手渡し、新幹線代と生活費、電化製品を買うため6万円、携帯代2万5千円など、わずか4ヶ月で貸した総額はなんと139万円。いつまで続くのか。舞さんは子供たちのための貯金を切り崩し、島田に金を貸し続けた。さらに島田の要求はエスカレートしていく。ある日。俺、脳腫瘍が見つかったんだ。そんな。脳腫瘍が見つかったという島田。島田さん。そして、どうやら福岡でしかできない難しい手術だそうなんですが、費用が足りなくて。脳腫瘍を理由に手術代から入院費用、さらには薬代まで島田は次々と要求してきた。その額は合計220万円を超えた。舞さんは3人の子供たちのためにコツコツと貯めたお金のほとんどを渡してしまった。不安になり島田に連絡するが、やがて連絡は取れなくなってしまった。そんな中、ある人物からメールが。弁護士を名乗る男からだった。島田が入院していて連絡ができないので代理人としてメールしてきたという。先日より本人が緊急入院しており、連絡が遅れましたことをお詫びしております。しかしそのメールは不審な点ばかり。弁護士にもかかわらず腹立たしいや薬の抑制剤の漢字が間違っている。さらにまともに歩けなくなるなど、島田の容態がかなり悪いと綴っていた。暗にお金の返済は不可能であると匂わせる内容だ。島田さん。電話番号を聞いても教えてもらえない。その後この弁護士と名乗る男とも連絡が途絶えた。3人の子供たちの将来のためにコツコツと貯めてきた大切なお金は、信頼していた親友島田とともに消えてしまった。2年間にわたり貸し続けた総額は741万円。たくさん聞きたいことがあって、どっから嘘だったのか、すごい信じてたというか、ただでは絶対済ませないです。はい、絶対に全額返金してもらう。まずは行方をくらましている島田の居場所を突き止めなければならない。そこで依頼をしたのが探偵三原誠。浮気調査や結婚詐欺などを専門に扱い、数々の依頼を解決してきたエキスパート。早速調査開始。三原が向かったのは関西のとあるマンション。島田は1年前までここに住んでいたというが、現在は住んでいるか不明だ。もう一つの手がかりは LINE のプロフィール画像。やや細身で常に帽子をかぶっているという。手がかりはこの2つのみ。雲をもつかむような話だが、これだけで男を探し出すことはできるのか。張り込み開始。マンションの出入り口を24時間監視し、1人ずつ容姿をチェックするという地道な調査。
男を特定するのは予想以上に難しい。実際に本人を見たこともなければ男に関する情報も少ない。夜になるとさらに顔が認識しづらい。今入った。いや、あの写真は特に細身って感じじゃないね。見逃してしまったのか、あるいはもう住んでいないのか、手探りの調査が続く。張り込み開始からすでに30時間が経過。その時、あ、一人帽子かぶってた。帽子をかぶっている。体格も痩せ型のようだ。 LINE の画像と比べると顔、そして帽子が似ているように見える。この人怪しいですね。このおっしゃってる、はいはいはい、特徴にはまあ、これちょっと動画撮って、はい、確認してもらえますか。確認してもらいましょう、はい、すぐに男の動画を被害者である舞さんに送る。本人か、それとも別人なのか。10分後、出ます、ね、はい、もしもし、宮原です。あ、もしもし、お疲れ様です。確認しました。はいはい、どうでした。はい、間違いありません。本人です。本人ですか。はい、あ、そうですね、特徴が本当に。はい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 、わかりましたね。本人をついに発見。この男が舞さんから741万円を奪い取った詐欺男だ。しかし、ここからが本番。男が嘘をついているという証拠を掴まなければならない。職種、その何の仕事してるのかとかですね。まずは職業。男は舞さんに一級建築士だと語っていた。本当なのか。朝7時に自宅を出た男の後を追う。パン電話気にしてます、うん、何かを待ってます、ね、うん、駅のロータリーで誰かを待っているようだ。とその時、男の姿を見失ってしまった。一体どこへ。そういうことか、あのトラックだ。男は引っ越し業者のトラックに乗り込み移動していった。バイトかもしれないですね。日雇い労働者で派遣型っていうんですかね。一級建築士というのは嘘なのか。手際よくテキパキ働いてますね。かなり手際が良い。やはり一級建築士ではなく引っ越しが本業なのか。仕事帰りの男の後を追う。入った。男は自宅近くのゲームセンターへ。通信タイプの麻雀ゲームに没頭している。ゲームにタバコ。舞さんが子供のためにコツコツ貯めたお金はこうして消えたのか。114日にわたり徹底調査。男の行動パターンが見えてきた。週におよそ4日のペースで引っ越しのアルバイト。そして自宅近くのゲームセンターで麻雀ゲームを楽しむ。食事は外食、あるいはコンビニで買って帰宅。さらに探偵三原の調査で
驚きの事実が発覚。男が所有していたという1億円の高級マンション。このマンション実は賃貸、分譲マンションではない。このそう、そもそも1億円のマンションなど所有していなかったのだ。舞さんに語っていた内容とあまりにも食い違う。これらの結果をついに男に突きつける。騙し取られたお金を全額取り返せ。三原とタッグを組むのは冷静沈着に真実を追求する弁護士、徳原誠雄。詐欺や民事トラブルなど被害に遭った人々を救うため日々戦い続けている。男を直撃する作戦はこうだ。徳原弁護士と探偵の三原が自宅前で仕事帰りの男を待つ。一方、別のスタッフがゲームセンターにも待機。男が現れたところで直撃し、被害者が待つ会議室で話を聞く。被害者の舞さんがやってきた。その表情はかなり険しい。今、男に何を思うのか。午後6時、自宅前で仕事帰りの男を待つ徳原弁護士と探偵三原。いつ姿を見せるのか。そして午後7時半、ついにその時が来た。あ、来た来たで。男が現れたのはゲームセンター。男の元へ急行する。計算通りですね。うーん、うわいいな。ですか、はい、深谷先生ここです。はい、ここが対象がいるゲームセンターですね。ゲームセンターで張り込みしていたスタッフが男の様子を探る。タバコをふかし何食わぬ顔でゲームをしている。徳原弁護士と探偵の三原が出口で男を待つ。子供たちの将来のため舞さんがコツコツ貯めた大切な741万円を奪い取った男。追跡114日、ついに直接対決。さった、行きましょうか。詐欺男を直撃。ああ、すいません、私弁護士の徳原と申します。徳原弁護士です。さんの件でちょっとお聞きしたいことありまして、はい、でちょっとまあここ人目もちょっと多いんで、もしよければあの別にちょっと部屋というか会議室取ってるんですけど、そちらまでお越しいただくことって可能ですかね。はい、向こうの仕事が入ってるんですよ。明らかに男は動揺した表情を見せた。仕事を終えてきたはずなのに、この後また仕事が入っているという。仕事行かれてませんでした？もういや、今行って、もう一回、はい、今日ちょっと夜間もあるんで、夜間まで今帰ってるところなんですけど。何時からお仕事ですか？10時からですね。あ、じゃあそんなに長くは取らせませんので、もちろん。これから夜勤があり、駅に仕事仲間が迎えに来るという。よろしければあのこちらでその現場まで送ることも全然可能です。もちろんもちろん、それはもちろんご都合に合わせますので。10分ぐらいやったら10分15分であればっていうところで、あるかないかぐらいですね。ああ、全然それもう本当もちろん時間を取らせませんし、はい、男の同意を得て車の中へ。仕事仲間との待ち合わせ場所へ移動しながら
徳原弁護士が確信に迫る。さんの名前にまず聞き覚えはありますか。で、さんとの間にまあちょっとお金の貸し借りといいますか、そういうことがあったっていうのは覚えておられますか。で、ちょっとまあ正直言うと、まあそのことでちょっと今日はこちらに来させていただいたんですけれども、総額をいくらぐらい借りられたっていうご記憶ありますか。もうね、その前の通帳が全然全部一回財布入ってるんで、はいはいはい、全部入ってたんで、うんうん、全然分かんないですよ、再発行できないし。だから今結構カツカツで携帯を止まったりやんやりしててたまにしてたりとかするんで、はいはい、700万円以上も受け取っておきながらとぼけ続ける男。詐欺行為を裏付けるため徳原弁護士は質問を続ける。あのご職業をお聞きしていいですか。運送業ということですか。会社、前の会社でも同じような運送業ですか。いや、前のも完全になる現場があるとなるほどですね。さんは一級建築士だと。建築士で現場監督ですね。で、本人は一級建築士って聞いたというふうにおっしゃってるんですよね。男が一級建築士だという事実はなかった。そして10時、男が約束しているという待ち合わせ場所で仕事仲間を待つが、今回向こうの直接誰もいません。いないですか。もしかして嘘とかではない。いや、それはないですよ。もうお金買ったからお願いしますって言って。まあ、でも誰もいないですもんね。誰もいないですよ。その後20分経っても誰も現れない。ここで徳原弁護士が、全部正直におっしゃっていただけないですか。こっち全部分かった上で来てますからね。普段は冷静な徳原弁護士だが、自身も幼い子供を持つ親として今回の案件には強い思い入れがあった。その生活状況というか結構ご存知ですよね。一人で子育てされてて、そういう女性からあなた700いくらかの7万とか7000とかじゃないんですよ。700万ですよ。で、多少なりとも返すとか、なんか返す意思見せてるんだったら別ですけど、あなたもう LINE もブロックか何かしてますよね。いや、ブロックっていうか。じゃあなんで既読にならないんですか。その携帯壊れてから全然そのこの場さえ乗り切ればいいやと思わないでくださいね。と、そこへ。被害者の舞さんがやってきた。子供のための貯金を騙し取られ、音信不通になってから実に半年もの間この時を待ちわびていた。怒りが込み上げる。何してるんですか。逃げ回って話あるんで来てもらえませんか。さん、黙ってたら分かんないんですけど。なんで黙ってんですか。ちょっと寝てんですか。こっち向いてもらえませんか。ちょっとねえ、聞いてますよね。ちょっと場所を移動しても大丈夫ですか。え、任せます。ちょっと移動してもじゃあ大丈夫ですね。いいですね。舞さんを目の前にして男は観念したのか、会議室での話し合いに応じた。この後徳原弁護士が男の本性を暴き出す。聞きたいことは山ほどあるが、詐欺行為を立証するため一つずつ確認していく。
まずは男が所有していたという1億円のマンション。これを信じて舞さんはお金を貸していた。しかし調査の結果、男はマンションを所有しておらず、住んでいたのは賃貸マンションであることが分かっている。男は一体何を語るのか。まあ、こちらがさんからお聞きしてたのは、一級建築士で、まあ、月数百万稼いでるという話も聞いてましたし、プール付きのマンションに住んでるとか。あの、一応その当時は、はい、ありました。結婚してた最初の時 に一応まあ僕昔ちょっといざこざってローンが通らないので、はい、まあ、そこはちょっと親の名前でやってもらったりとか。まあ、敷地内にプールがあって、購入した時は1億円ぐらいしたっていう物件が、その奥さんと住まわれてたマンションになります。当時何だったかな。当時もうはっきりと金額までは今は覚えてないですけど、はい、高かったのは高かったです。本気で。ちなみにこれなんていうお名前のマンションなんですか。何とか何々マンションみたいな。マンションで何だっけな、そのそしてうつになる、ちょっとうつ気味にはなった気持ちもあるので、うん、でも同じ現実逃避してた時もあるし、気持ち的に。マンション名すら覚えていない。男は曖昧な答えを繰り返す。しかしそもそも分譲のマンションとかないでしょ。持ってなかったでしょ。分譲さん持ってないですよね。所有してないです。所有してないですね。1億円のマンションは所有していない、嘘だと認めた。続いては脳腫瘍について。手術代など舞さんは総額220万円を男に送っている。で次に、あの病気で脳腫瘍で入院したってさんにおっしゃったの覚えてますか。あ、覚えておられます。具体的に病院名、大学病院という具体的な名前まで出されて、そこでしないといけない、だから働けないから生活費貸してほしいんだ。それは脳腫瘍かかったことあります。一体男は何と答えるのか。脳腫瘍かかったことあります。ないです。なんでそんな嘘ついたんですか。やはり脳腫瘍も嘘だった。舞さんの善意につけ込み、手術代などおよそ220万円を騙し取ったことを認めた。ではその後に届いたあの弁護士を名乗る男からのメールは何なのか。吉沢先生の連絡先はじゃあ家に帰れば分かるんですかね。名刺とかあるってことですよね。家の中をちょっと探さないと分かんないですけど、まあその先生かも分からないんで、全然こちらから問い合わせれば分かるんですけど。吉沢先生雇われました。なんならメールも結構誤字あるんですよ。あの誤字の多いメール、男を追及する。そんな先生に頼んだんですか。いないです。頼んでないよ、うん、ね。じゃあこれさんが送ってたってことですよね。はい、自作自演。顧問弁護士を名乗ったメールは舞さんを信じさせるための偽メールだった。弁護士の資格のない者が弁護士を名乗り、お金の受け渡しをするのは弁護士法違反に該当する犯罪だ。最後に妻に持っていかれたという3000万円の貯金、この3000万円があると信じて舞さんは
お金を貸していた。覚えてないとかないっすよ。こっちあのお金貸した張本人のさん言い張るんすからね。それは分かってます。いやそこなんです。そこまでは持っててない。え、そこまで持っていくらちなみに持ってたんですか。二つの共同、まあ、共同というか二つ合わせて まとめて貼ったのが100万 2,30,40 ぐらいだったと思うかな。分かります。それぐらいだったと思うんですけど、僕は最後に確認したの。じゃあ3000万あるのは嘘。はい、妻が持ち逃げしたという3000万円の貯金も嘘だった。男はこれら5つ全てが舞さんを騙すための嘘だったことを認めた。さんのお気持ち考えられたことあります？総額700万を一応受け取りになられてるんですよ、まあ、証拠全部あるんでそこは言い逃れできないですけど、どう思いますか、それに対して。連絡取れなくなって申し訳なかったとかそういう一言でもないんですか。え、ないんですか。いや、あの気持ちはそう、まあ、ただそう正直それ以上に、うん、まあ、自分でもパニックってます。舞さんが子供のために何年もかけてコツコツ貯めた741万円。男はそもそもこの大金を何に使ったのか。何使った、気になるって。お金何使った。ってことはもうそもそもその返すつもりはないですよね。ゼロではなかったですよ。ゼロではなかった。いやいや、ゼロではなかった言われても、じゃあ1万でも返したんかっていう話になるっしょ。返すつもりなのであれば、例えば1万でも2万でも返してないとおかしいじゃないですか、結構長期間あるのに。返してないですよね。1円も返してないですよね。ってなると全てのことにおいて最初からその騙すつもりでお金取ってるって考えても大丈夫ですよね。ですよね、やっぱりね。男は最初から舞さんを騙すつもりだったことを認めた。そして騙し取った741万円はタバコやゲームなど日々の生活費として全て使い切ったという。ずっとここまで怒りを抑えて話を聞いていた舞さんがついに口を開いた。まあ、要望としては貸したお金は全額きちんと返してほしいのと、あとまあ何回も言ってましたけど LINE でも、このお金はさんのために貯めてたわけじゃなくて子供たちのために貯めてたお金なので、そこはちゃんと分かってください。どう言葉並べていいかちょっと出てこないですけど、今正直申し訳なかったです。男は毎月6万円以上を返済。
済することを約束した。それを破った場合刑事告訴する方針も伝えた。はい、OK です、はい、自分も子供がいるから君の気持ちがわかると親友を装い金を騙し取る卑劣な手口。